岸田総理大臣は21日、ニューヨークで金融関係者を前に講演しました。海外勢の資産運用業への参入を呼び込むため、資産運用特区を創設する方針を明らかにしました。篠原記者の報告です。およそ300人の金融関係者を前に英語で講演した岸田総理は、日本の2000兆円を超える家計の金融資産をより一層投資に振り向けたい考えを示しました。その環境を整備するため特区を作って優秀な海外勢の投資運用業への参入を促します。 We will reform the asset management sector as well as asset ownership which will manage the expanding funds.To encourage new entry from overseas, we will establish special business zones tailored specifically for asset management business, where administrative procedure can be completed solely in English. In these zones,We will take measures to improve the business and living environment tailored to needs of overseas asset managers. 講演で岸田総理は、投資運用業の新規参入を促す資産運用特区を創設し、特区内では日本独自のビジネス慣行や参入障壁を是正するほか、煩雑なバックオフィス業務のアウトソーシングを可能とする規制緩和を実施するとしました。英語だけで行政手続きが完結できるようにもします。政府関係者によりますと、この特区では世界の有力なファンドマネージャーらが家族とともに来日しやすいよう、インターナショナルスクールや英語対応の保育所の整備といったことも想定しているということです。さらに岸田総理は、海外投資家を日本に招くジャパンウィークスを開催することを明らかにし、居並ぶ金融関係者に日本への投資を呼びかけました。 Look at the underlying strengths of our economy and our plans for the future, and then invest in Japan. 岸田総理は今回示した規制緩和の方針を来月取りまとめる経済対策に反映させる考えで、法改正が必要なものがあれば来年の通常国会に提出して早急に対応する意向です。